上杉君、今日の全てが終わる頃、私たちはおのおのの部屋でおのおのの思いを抱えたままあなたを待っています。この提案が逆にあなたを困らせてしまうことは分かってます。これが私たちの覚悟。やるじゃん風太郎君。上杉君、終わったよ。上杉さんがなんでここに？お前に会いに来たんだ。嘘です。こんなことありえません。だよな。なんでこんなことになったんだ。上杉さんが私をっていうといい人がいるはずです。私なんかで収まってちゃもったい。みんなお、うん、今はお前に聞いてるんだ。教えてくれ。